はい、どうも皆様こんにちは、グリードです。というわけで今日は COD 新作コールドウォーの、先行プレイの感想について話しつつ、開発者の方がねツイッターにある投稿をしていたので、ちょっとそれについて話そうかなと思います。今回のねこの先行プレイに関しましては、アクティビジョン様から、招待をいただきまして、日本からはね、その配信者が5人、招待されました。ラッシュゲーミクラ3人ですね、ハセシングリードグッピーと、実況者のジャンヌさん、そして、VTuber のシシロボタンさんが参加しました。というわけで本題に行く前に、まだチャンネル登録してない方はぜひよろしくお願いします。あの動画のアナリティクス見たらね、あの視聴者の半分以上がまだ未登録っていうの出てたんであのぜひお願いします。来月のベータと新作もねどんどん動画配信していくのでよろしくお願いします。さあ、というわけで本題に入っていきたいと思います。まずね、開発者さんのツイートに関してですね、まあトライアーチのゲームデザイナーの方なんですが、こんなツイートをしてました。まあ、簡単にまとめると、このアルファ版で、プロの方から、フィードバックをいただいて、スライディングキャンセルについて修正をしましたと。でもうベータ版では、適切なスライディングキャンセルのペナルティがあります。まあ、この適切なペナルティっていうのはどういうものかわからないんですけどね、そのベータになってみないと。でもね、対応が早すぎませんっていうここまでもうアルファ版が終わったばっかりなのにね、こんな対応を早く、ね、意見を取り入れてくれるというのは本当に素晴らしいことですよね。今回のこのコールドウォーのスライディングは、まあ、モダンとほぼ同じようなスライディングキャンセルができました。まあ、僕の場合、丸ボタンのしゃがみをこう2回ピョンピョンって入れてたんですけど、まあ、本当ね、連発できる感じで。で、まあ、COD プレイヤーからしたらこのスライディングゲーになるかならないかっていうのはかなり意見が分かれるところでして、まあ、特に競技シーンやってる人からは、まあ、スライディングはない方がいいっていうのがまあ半分以上かなと思うんですよね。まあ、僕もスライディングはない方が好きですね、 COD は。で、僕が今回のこのコールドウォーをプレイして唯一ちょっと気になったのが、まあ、スライディングキャンセルについてなんですよね。まあすごい連発できてしまったので、またモダンのような絶対スライディングしないと勝てないね、ゲーム性になるのかなって思ってたんですけど、まあアルファ版終わった段階ですでにもう修正しますっていう発表があったので、いやこれはもう期待しかないですよね。こんな素早く対応もしてくれるし、もういやゲーム他にね気になったところはもうないかな今回。まあというような、ね、ゲームデザイナーさんのツイートがありましたと。もうこれはね、なんか発売後のアップデートもめちゃくちゃ期待できますよね。まあそういうわけで、まあちょっと一個ずつ、まあ武器、マップ、体力などね、ちょっと、まあ喋っていこうと思います。で、武器に関しましては、今回はね、もう、まあさすが、ブラックオプスシリーズという感じなんですが、まあどの武器も SMG、AR もすごいバランスは良くて、本当にね、どの武器も使える。なんか、全然、威力が低すぎてとか、レートが遅すぎて、なかなかキルが難しいっていう武器はほとんどなかった。なかったような気がしますね、全部使ったけど。まあアルファ版なので、まあその武器はね AR3 つだけとか SMG3 つだけとかだったので、まあ多分製品版だともっと増えると思うんですけど、まあ、武器バランスに関しては全然文句はあれですね、あのショットガンはちょっと、まあ、修正されるだろうなっていう。まあでもアルファ版ですからね、まだ開発ほんと初期段階のものなので、まあショットガンは修正されるんじゃないかなっていう感じでした。でもそれぐらいかな。SR もね、まあ、BO シリーズ特有のその、エイムアシストなし。で、今回は覗き込みも威力、早くて威力も高いっていう、ほんと、とっつなぜ歓喜な内容になってると思います。そしてマップですね。マップは今回6対6でプレイしたマップが、3つかな。で、プラス12対12のマップが2つでしたね。で、前作のそのモダンオフェアでは、まあ3レーンの緊張マップを廃止して、まあ新しいマップ作りに挑戦みたいな形だったんですけど、まあかなり意見が分かれましたよね。でも今回は、もう今まで通り、昔通りの緊張、主に3レーンのマップになってて、非常に良かったと
僕は感じましたね。どのマップが一番好きだったかっていうと、いやこれは本当に意外なんですけど、あの砂漠のマップが最終的に一番楽しかったですね。いや本当最初はねプレイしててかなり広く感じてて、なんかプレイしていくうちに悪くないなと思って、広すぎるかなと思ってたんですけど、6対6でもなんか慣れてきたら全然めちゃくちゃ接敵多いし、本当ハードポイントに関してはものすごい一番楽しめたマップでしたね。そしてね、ちょっと今回僕たちは体験できなかったんですけど、マップ投票システムがあるみたいですね。いやこれはやっと帰ってきた。モダンやってる人なら本当にね、マップが選べなかったっていうのはね、すごく辛いところだったと思うんですけど、なんだろうな、もうかゆいところまでもう CODB が欲しいものがいっぱいあるっていう。いやマップ投票がね復活したのは非常に嬉しいですね。そしてね、体力その150になってて、まあモダンオフェアよりはキルタイム TTK は高めだけど、 BO ほど TTK は高くはない、ほんと中間の位置なので、なんかめちゃくちゃちょうどいいんですよ。一番ちょうどいいキルタイムじゃないかなってプレイしてて思いましたね。そして感度とかの設定面に関しましては、ちょっと最初の方ね映さないでくださいって言われてたので、まあお見せできなかったんですけども、まあほとんどねモダンと同じような詳細設定ができました。感度もね、デッドゾーンの設定も確認できました。そして最後に、まあアルファ版プレイしてここはちょっと不安だなって言おうとしてた部分がスライディングだったんですけど、まあスライディング修正しますよって発表があったので、いやもう言うことがないですね。いやもうすごいこれは楽しみです。まあ、最近のねその FPS の流行りとしてはやっぱりキャラゲーで、まあバトロワでとか特殊能力があってっていうものが流行ってることがね多いと思うんですけど、いや本当今回のコールドウォーに関しましては、まあ、それと本当逆行してるような昔ながらの FPS COD を、まあその新しいシステムエンジンで作り上げました。昔の COD が本当帰ってきた印象でしたね。余計なものはない。だからこれでいいみたいな。COD は本当にこのシンプルなスペシャリストもなくて派手なアビリティもないけど、本当純粋な打ち合いが楽しめると原点に帰ってきたような印象でしたね。で、そのバトロワモード、そのウォーゾーンに関しても、継続するみたいなんですよ。だから多分ウォーゾーンにも大型アップデートが来るんじゃないかなと思います。まあ、マップがガラリと変わるのか、まあ本当操作が全部 BO コールドウォーに入れ替わるのかちょっとわからないんですけど、まあ海外の方ではねウォーゾーンものすごいとんでもないぐらい流行ってるので、まあウォーゾーンもかなり力を入れてくると思うので非常に楽しみです。あとはね、僕まあその発売したらランクシステム欲しいですね。モダンオフェアなぜかね、今までにあったそのコンペティティブモード、e スポーツモードの、ランクシステムは なぜかなかったんですよね。まあ、海外がそのウォーゾーン主流になったせいなのかわからないんですが、いや、ランクシステムはちょっとやっぱり欲しいですよね。以上が僕が先行プレイをね、プレイした感想になります。僕の配信を普段から見てる人ならわかると思うんですけど、僕全然嘘つけないタイプなので、その言葉とかね、その表情にすぐね、出ちゃう人なんですよ。なんですけど、本当今回のアルファ版に関してはめちゃくちゃ楽しかったです。めちゃくちゃ楽しかったです。で、唯一ね、気になったスライディングも修正されるということで、もうなおさらベータがね、楽しくなりましたね。楽しみになりました。というわけでお疲れ様でした。コールドウォーのね、再生リストはエンディングの方に貼ってあるので、まだ全部の動画見てない方はぜひね、見てほしいなと思います。では、お疲れ様でした。見事な仕事ぶりだった。解放局から。